はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていくんですけど、ちょ、順位をね、見てほしいんですけど、ひどいありさまで、今からでもね、まだ間に合う、あれはあるんですかね。間に合わせるしかねえんだよ。これ選出、これポリッツ番じゃない、ポリッツ無道が確定かな。ドラント、ボルトロス見て、ポリッツ投げたくて、無道で、ゴリアンダーと、レイスボス。と、まあ、物理型って、炎技なければ、海流まで見たいみたいな感じかな。で、あと1なんだけど、誰がいいかな。まあ、レヒレが重いから、ドヒドイデとかかな。で、海流の方次第だけど、ちょっと、まあ、ポリッツも海流に弱くないから、まあ、それでぼっち見れるんじゃないかな。そんな感じでいいか。一番鬱陶しいのさ、初手に出てくる、レボルトだったりするんだけど、ドヒド、いやー、ポリツーからさすがに入っとくべきか。ポリツー、ドヒド、無道とかでいいかな。まあ、ボルトロス相手にステラ負けないのはちょっと気がかりだけど、まあこれでいきましょう。ボルトロスがね、匠気合い玉だと、ポリツーでも困るから、あれなんだけど。ここだな。まあ相手ボ、こだわってたらボルチェン打ちたいとかと思うんだけど、ボルチェンから入れなくて、まあ、引いてくるならヒードランかなっていう感じなんだけど。いや、多分これこだわってるんだよね。で、ここドラン投げてくるから、ドヒド引いておかないとダメで、次のドラン投げにポリツ投げに行きます。まあ、そうだよね。オッケー。これでなんとかなってるから。結局これドヒドから入っててもさ、ボルチェンにポリツ投げて、ボルチェンにポリツー投げて、次相手ドランに引くタイミングで、そっちの方が良かったかな。ただこだわってない前提の動きをしてるわけだから、こだわってる時のことを考えてももう仕方ないか。まあ、ただとりあえずこっちはこれで行くしかなくて、で、ボルトロスが多分、あれなんだよね。あれがあれなので、匠気合玉ではないと思うんだよな。こだわってる方だと思うんだけど。こいつをあと早めにまひらせたいかな。残飯がないと嬉しい。急所は偉い。まひも偉い。残飯ではないね。これなら、挑発切れるタイミングでこっち上から再生できるから、それでいいかな。ボルトロス。読まれちゃったね。ここ、ボルチェンなんかな。いや、まあ、ボルチェンはボルチェンでいいんだよな。メガネだとしても。これなら。大魔切ってきた。第3打耐え、2回耐え。いやー、再生から入っ、いや。匠気合玉でも考えるとさ、これエビからしか入れなくないか。第3打には、メガネじゃないんだろうな、だから。メガネだったらメガネ殴った方が入るから。足と、まあ果たしてこうダイマックスを切っていいかっていう、問題なんだけど。134でしょ。第3打は耐えそうだけど。ドラン、いや、ドランまひってるから、無道のプレスでもいいわけでしょ。なんかここ、ウォールして、ダイアイス打って、で、まあ頑張る方がいいか。で、ドラン出てくるなら、ウォールで、ダイマターン消して、再生でいいわけでしょ。だから、まあ、これでいけんじゃないかな。だからボルトロスが匠気合玉だったら、この処理ルートが全く成り立たないから、まあ、それはね、バンギでも無理だから、ヤトキン TV でもさ、結局なんか、こいつを一発で殺せないわけだから、まあ、電気技で押されるの苦しいよな、みたいな感じが、するんだけど、どうなんだろう。これでアイスでいいでしょ。で、ここの第3打プラス次のチビになった電気技をポリッツ大丈夫だから、まあ、それで、処理を狙って良さそう。
アシッドレンダー。いや、だし、プラニで、まあ、アシッド入ってるから、それはやっぱこだわってんだろうね。匠はないやつで。こういうなんか、構築として、受けループのね、構築できついポケモンはなんか、もう無理な方は最初から切って、っていうなんか割り切りも結構大事かな、みたいな。いける方にね、全力を注ぐみたいな、っていう風に、4桁から申し上げます。いや、ここもアイスでいいかな。誰が出てくるとしてうるさいかな。誰でもそんな平気か。多分ボルトロさすがに引くんだけど、あ、突っ込んでるんだったらいいんじゃね？変なことしなくてよかったね。で、ヒードランより上からポリッツ動けるわけだから、で、数的有利取ってるから、まあ、相手の裏に対して1体捨てて、まあ、どっかでポリッツが回復する盤面が作れるかな。まあ、これでいけるっしょ。ヒードラン出てくる。このポリツさ、ヒードラに投げてるやつだからさ、再生でいいんだよな。もらい火だよね、今。もらい火だね。まあじゃあ再生から。なんか考えれば考えるほどね、このヒードランってポケモンがめちゃくちゃ強く感じるんだけど、僕だけかな。まあ、受け回し以外には、どうなんだろうわかんないけど、なんか、マグマストームが当たりさえするんだったらさ、受け系のサイクルに対してなんかめっちゃ、強えなーって思ってたんだけど、まあ、挑発されてしまったとはいえヒットポイントが確保できてて、あられで削れてくから、まあ放電で頑張ろうみたいな。ヒードラン対策にヒードラン使うか、僕もそれもありだなじゃあもう一戦いきます。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。レジエレキがめちゃくちゃ鬱陶しいなー。ヌオーを投げない。いや、でもこれ物理受けさ、ドヒドヌオーっていればミミッキュにケア効くから、ドヒドヌオー、アット1とかで、ヌオー絡めてレジエレキちょっと頑張ろうみたいなノリでいいんじゃないかな。なんか相手なんか、あれな、なんか、なんかポップな感じだよね。ポケモンが全員。で、フェローチェの特殊型はさすがに考えても誰でも無理だから、ドヒドヌオトドンが身代わり。いや、さすがに今の時代はないな。ドヒドヌオアット1。まあ、さすがにレジエレキがちょっとヌオだけだと不安な感じはある。が、ヌオから入って裏ドヒドも確定でいいね。で、初手レジエレキ大体来ると思うんだよね。ラスト誰がいいかな、ポリちゃん。いや、いらないな。まあ、バンギなのかな、無難に。無難にバンギか、ペクチーかだけど。迷っちゃうなー。迷っちゃうなー。まあ、バンギでいいかな。ヌオーバンギって言えばレジエレキにだいぶ熱いから。なんかさ、ヌオーをさ、その物流系の駒として、無理やり採用すると、一応見かけ上電気の一環が切れるっていう、なんか副産物があって。あと、たまに、ねえ、パチンコドラゴン当たるけど、それに、別に強くはないんだけど、弱くもないっていうね。エレキから来た。って感じなんだけど。ちなみにさ、レジエレキのさ、破壊光線のさ、ダイアタックってさ、どんぐらい入るの？ヌオーに。それダメ系するか、今。レジエレキの破壊光線の、あー、60% とかあんだ。再生から入れば余裕なんじゃね？あー、素引きだった時がな、もったいないな、あまりにも。そもそも、ここでボルチェンを。いやー、まあ再生でいいや。ここでボルチェンを押す猿はいないって言おうとしたんだけど、素引きされた時に、バンギ引きは裏目になる時があるから、そうだったら再生で、まあ、みたいな。裏に特別やばいポケモンがいるわけじゃないし、この、ダイマ切ってくる展開なんだったら、まあ、どっちでもよかったかな。バンギ引きでも、ヌオで再生でも。ダイアタック。これまあ、見てからバンギ引きでいいかな。
ヌオーこの HP あって相手裏がもうダイマックスしないのであればそんなに怖くはないから、まあウドハンミミッキとかちょっとあれだけど、まあ、ここで番組引くか。これでボルチン打てなくなったからな、お前な。やばい、このレジエルキ戦ってんの4桁感えぐいね。本当に4桁帯の試合って感じなんだけど、楽しいわ。楽しんでるからね、僕この試合を。アタック、はい。まあこれで相手のダイマックスほぼ無駄に終わったようなもんだから、あー、できればステロも巻きたいけど、ステロも巻きたいけど、ここ第3打で、いやーでも次が分かんなくなるな。まあステロでいいか。そっからダイマ切ってチビになったとこ殴ってもいいわけだし、これでこっち、ヌオー引きに破壊光線合わせられても再生で間に合ってるからそれでもいいわけで、ああまあそれでいいか。だバンギステロを入れたおかげでなんかこういう微妙な時持ってこれるようになったな。とりあえずレジエレキはバンギで、てかヌオーとバンギでなんとか合ってるからあんま恐れてなくて、ただバンギ削れるとあれか、ポリツがちょっとめんどくさくなるか。まあ守るで一回様子見ていいかな。他多分ね、何でも土俵引きだと間に合うと思うんだよな。ペローチがなんかやばい方とかじゃなければ、あとこいつがライジングボルトちょっとやんだけど、10万、ポリツー考えるとこヌオーでいいよな。破壊光線、いや打点ないよさすがに。破壊光線2回に1回しか打てないから、ダイマ切れば、切らせれ終われば余裕だわ多分。10万に出せた。破壊光線打って打ってくるなら、打たれてから再生打てばいいか。地震とかでいいかな。あ、待って、地震押しちゃダメじゃん。破壊光線打たれて倒しちゃったらどうすんの？何やってんの？よかった。危な。ふざけんの。俺何やってんだ、マジで。ちょ、こいつ、ウドハン持ってそうな顔して出てきたけど。平気か？ウドハン持ってたらちょっと、たまらんけどなぁ。いや、それでもでも、剣謀してからじゃないかなぁ。いや、もう今んとこ毒でよかったじゃん。毒でよかったじゃん。なんで、もう。毒で。剣舞。ウドハンあるんかなぁ。おい。おい、マジで。いや、ウドハンさすがにないでしょ。これで。これでウドハンは、ないからね。いくらなんでも。5台。まあまあまあ。いいんじゃね？ちょ、ぬお。ちょ、もうさっき地震をしたの恥ずかしすぎるから取り消したいんだけど、今すぐ。5台。まあまあ、土俵で全部見れなくはない気がするから。そこまでだけど。タマミミッキュー。久しぶりにこのさ、ヌオの天然でさ、なんかミミッキュの毒大丈夫だな、あ、毒じゃないや、剣舞大丈夫だなって安心してるわ。ウドハンで全然安心できない時期があったけど。もうでもそれも1年ぐらい前の話だけどな、再生でよくて。あれ、今まで地面タイプってか電気の一貫切れてる、受けるほとんど使ってなかったからさ、ヌオ全然入れないで使ってたからさ、受けるループをさ、なんか、レジエルキー、地面タイプいるだけで、こんな楽になるんだね。ここまで楽になるとは思わなかった。地面タイプ、やっぱ入れるべきだな、さすがに一体。その方が、いい感じになるね、なんか。破壊光線。さっきこれに、僕自信打って、え？なんか強くなってね？
ダメ系ミスったか。これメガネか、レジエレキ。メガネだよね、多分ね。だメガネ破壊光線でも、ヌオってさ、H ぶりだけで、これ確定で耐えんだね。D 全然ないけど、レジエレキがやっぱあれか、電気以外が、死ぬほど弱いのか。寂しいポケモンだな、ちょっと。草結びとかあればなんかせめて、もうちょっと違ったんだろうけど。そういうわけでもないからね。まあ、ここ、バンギ引いていいか。バンギ残しておいてよかったな。守るとかちょっと絡めて。あー、釣ってきた。ミミッキュー。なんかさ、なんだっけ。そう、竜王戦のルールになるじゃん。それなんかザシアンが、なんかヌオで受けれるんじゃないかみたいな話があって、ダメージ計算してみたらなんか本当に、ちょうどなんか、あ、なんだね、確定2発耐える、確定2発取られない。で、その耐える、ことになっててさ、おーみたいなさ、思ってたんだけど、ヌオドリームつかめる、もしかして。いや、それはね、来シーズンのことを今から考えてるわけじゃなくて、たまたまそういう話を聞いたから、まあ、聞いたからにはちょっとね、その話を無視して生きていくの良くないと思ってダメージ計算をしたんだけど、なんかでもソーラープレートでさ殺されるみたいな話があったんだけどさ、ソーラーブレードってさ、あれだよね、あの物理版のソーラービームみたいなやつだったよね、確か。あれだったらさ、なんかあれなんじゃないの、あのためが一旦あってダイマックスできないから大草原打てないからなんか大丈夫なんじゃないのかな。まあね、技の認識が僕が違ったらあれなんだけど、それでまあ、レジエレキメガネって分かってるから、トーチカで技見て、ヌを引くかバン引くかみたいなことやって、運ターンしてればいけるか。だ、なんかね、そう。それは、ヌオに関する話だからね。ヌオさ、違う。見た目可愛くて僕好きなんだよ。めっちゃ。トドンさ、これ身代わりあると困る話あるけど。毒通るよね。身代わりやめてお願い。遅い。遅い。毒入ったなら負けないけどな。え、トドンってこんな遅かったっけ？第一はまあそれあるんだけど。ま、強っ。待って、これ頑張ってトドンの毒ダメ蓄積しないと負けるじゃん。え、どうすんのマジで。困ったこと起きたな。ここはさすがにトーチカでいいでしょ？ねえ、バンギ引きが成立するはずだから、バンギ引きを絡めて、で、なんとか行きたいね。バンギ引き間に合うよな。間に合わないかな。バンギも一致弱点もらうから、ちょっと削られそうだけど。いやー、まあでも砂の D アップもあるから、さすがに、こんだけ HP あれば耐えると思うんだよな。一発くらいは。で、返しの技で、なんか叩き込めるから、まあまあ、なんとかなるんじゃないか？なんか結構、なんか最初余裕だなと思ってたけど、全然ギリギリになっちゃったわ。僕が、バカなことしてるせいで。耐えるよね。まあ、バンギの方が余裕だったわ、全然。まあ、これで、勝ち確かな、さすがに。守るから入ってよくて、ここまあまあ自信でもいいんかな。あ、でもトドンの再生とか考えると。自信でもよかったね。まあでもこっからは、こっち後続をポイ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 捨てながら行けばいいから。まあ間に合うか。ステロがね、巻かれてないだけで、バンギラスはマジで生き生きできるな。ここも守って、よくて、でまあヌオを吸ってる形で出していいかな。結局撃ってくるの破壊光線なわけだからさ、ヌオそれで死ぬんだったらこっち裏で殺せる準備ができるから。ああ、いい技持ってるちょっと便利な技持っ
まあでもこれあったら毒砂稼いで終わりでしょ。ドキドモ統治下でトドンの前で時間稼げるから悪くないかな。あ、待って、布を引こうとしてたよね。なんでドキドキで引いてんの。まあダイヤスキルは大丈夫か。ああ、なんかさ、思ってることと操作がなんか違う動きするときがあるんだけどさ、なんか大丈夫かな。頭大丈夫なのかな僕。相手なんかチンタラし始めたけど、ちょ待って待って、ちょ縫おう、ちょ30秒ぐらい前に戻らせてくれ。耐えるでしょなんなら。ああ、余裕だった余裕だったわで、まあトドンの前でトーチ化して布を捨ててドヒド投げ直してトーチ化してとかでなんかいけんじゃね。ダイマも切れるし、あ、いいね。なんか久しぶりかもしんないよ、2連勝で動画が終われるのは。おい、ちょ、僕なんか悪いことしたか？マジで。いや、僕が例えばさ、なんか、めっちゃ運勝ちを決めてるとかあったらさ、この放置はわかるよ。さ、どうせこいつさ、僕の受けループを崩せなくて、怒って遅延してるじゃん。それはさ、どうなの？僕が運勝ちしたんだったら、まあ、遅延ぐらいは許してやるよ。降参だったわ、ごめん。ごめん、本当に濡れ気味だった。今週何も悪くなかった。ごめん。お疲れ様でした。また明日お会いしましょう。